ここなら大丈夫かな。お母さんは遠いところに行っちゃったんだ。いつ戻ってくるの？いつか戻ってくるから、それまで待ってるんだよ。ゴミだよ。ゴミだ。ヨナはあっちの風の当たらないところに行っておいで。はい。ちゃんとあったかくするんだよ。僕がしっかりしなきゃ。僕がしっかりしなきゃ。ヨナを守ってやらなきゃダメなんだ。野党からは反発の声が上がっており、法案成立までの道のりは険しそうです。さて次のニュースはレギオン法で増大した予算の削減をめぐる話です。国内ではすでに撲滅されたはずのレギオン討伐のための予算が組まれている問題について、防衛省は特例予算の削減についての回答を今国会に提出することを発表しました。ただ回答内容は事実上の開示拒否とみられ、明日からの特別国会会期中に議論が決着するかどうかは不透明な状態です。それでは次はお天気のニュース、気象予報士の斉藤さん。はい、今日も寒いですね。乾いた強い風によって上空に巻き上げられた潮でお洗濯物が汚れてしまったお家も多いのではないでしょうか。雨と一緒になると洗濯も大変。暖かい家があればいいんだけど。あんまり深く埋められなかったよ。ごめん。ごめんね。あ、ヨナ！大丈夫？ヨナ、寒くない？ちょっと、寒い。区役所のシェルターに戻ろう。食べ物は少ないけど、あそこなら暖かいから。なんだろう、レギオンはもういないの。